一子です。今日は2024年11月1日金曜日です。高松の午前6時頃の温度は18度で予報は曇りです。動画は前回の続きからで栗林町を走っています。読み上げはここら辺で一旦事件一覧から離れてロシアがウクライナへ侵略している関連の話をします。日本からの動画放送はどちらかというとロシアから見た放送が多いですが、これはロシアの専門家が多いせいとも思えます。私は当事国のウクライナから見たロシアについての動画がより参考になっています。ウクライナ人のボグダンさんの動画です。最近はほぼそちらをメインで見ています。ボグダンさんの YouTube チャンネルを概要欄に貼り付けておきますので、興味ある方は参考にしてください。これからの日本に役立つ内容と思っています。日本の有事の際では遅いので、日本も事前に備えるべきだと思います。それと、ボグダンさんの一部の動画だけを切り取って判断してもダメですよ。できれば最初からの流れを見てください。ボグダンさんの動画は現在383本出ています。その中に出てくる内容で、ブダペスト覚書は何なのかを、私の動画でも流していますので、これを先に聞いていただきたいです。有事の際の同盟国や契約関係など、何ら役に立たないこともわかります。URL は概要欄に貼り付けておきます。これは、現在のロシアを見ればわかりますよね。ああ言えば上優です。特に、遠く離れたアメリカからの支援も疑問に思えますが、日本にはアメリカの基地がたくさんありますので、同胞や家族を見放すはずはないと思いますが、日本の有事の際はアメリカへ家族と共に引き返すかもしれません。隣国の韓国が少しは頼りになるくらいですかね。読み上げは、ボグダンさんの動画で出てきた内容からで、ウクライナのオレンジ革命です。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。オレンジ革命。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。出典が全く示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。2016年10月。客中による出典や参考文献の参照が不十分です。客中を追加してください。2016年10月。出典検索、オレンジ革命、ニュース、書籍、スカラー、CINE、J ステージ、NDL、ドリブ .jp、ジャパンサーチ、TWL。オレンジ革命、A。オレンジレボリューションは、2004年ウクライナ大統領選挙の結果に対しての抗議運動と、それに関する政治運動などの一連の事件である。選挙結果に対して抗議運動を行った野党支持者がオレンジをシンボルカラーとして、リボン、ユシチェンコにイエス。と書かれた旗、マフラーなどオレンジ色のものを使用したことからオレンジ革命と呼ばれる。同時にこの事件はヨーロッパとロシアに挟まれたウクライナが将来的な選択としてヨーロッパ連合の枠組みの中に加わるのか、それともエネルギーで依存しているロシアとの関係を重要視するのかという二者択一を迫られた事件でもある。背景。ウクライナは1991年にソビエト連邦から独立したが、ソ連崩壊後も黒海に面するウクライナはロシアにとって地政学的に重要な地域として捉えられ、カスピ海で産出される石油、天然ガスの欧米に対しての積み出し港として重要な位置を占めていた。また、ウクライナは国内においてエネルギー資源を産出できなかったため、この分野に関してはかなりの割合をロシアに依存していた。一方、西に目を転じると東欧革命以来、ヨーロッパの広域経済圏を目指す欧州連合 EU
とヨーロッパ全域における安全保障体制の確立を目指す北大西洋条約機構 NATO が東への拡大を続けており、特に2004年5月1日にポーランドやスロバキア等旧東欧8カ国が EU に加盟すると、ウクライナは EU と直接国境を接することになった。続いて2007年にはルーマニアとブルガリアも EU 入りを果たし、さらにトルコも一貫して加盟を希望している。EU は域内での経済の自由化を推し進める一方で、域外からの経済活動には障壁を設けている。ウクライナでは EU と協定を結んで、EU 加盟国と国境を接している西部に、EU やアメリカ合衆国、日本の資本を受け入れる一方で、主に中央アジア諸国からの EU への不法侵入者の取り締まりなどを行っている。その一方で EU 外にあっては陸上、そして黒海からの海上ルートすべてを EU と接することで、将来的には EU からの締め出しを食らう可能性がないわけでもない。そこでウクライナも EU に加盟するべきであるという議論が生じてくる。この意見に対してはウクライナ西部、中部での支持が強い。ウクライナ南東部にはもともと地元の工業がウクライナ全体の経済を牽引してきたという自負があり、さらに最近のロシア経済の好調もあり、ロシアと取引の多い地元の工業地帯では景気が回復していた。また南東部にはロシア人の人口が多く、ロシア語が使われていた。そのため EU よりの政権誕生には不安を抱く人が多く、ロシアは当時の南東部系ウクライナ大統領及び南東部住民との思惑の一致を口実に南東部へ肩入れしていた。事件の経緯。こうした状況の中で2004年の大統領選挙では、ロシアとの関係を重要視する与党代表で首相のビクトル・ヤヌコービチと、ヨーロッパへの帰属を唱える野党代表で前首相、当時のビクトル・ユシチェンコの激しい一騎打ちとなった。2004年11月21日の開票の結果、大統領選挙におけるヤヌコービチの当選が発表されると、その直後から野党ユシチェンコ大統領候補支持層の基盤であった西部勢力が、ヤヌコービチ陣営において大統領選挙で不正があったと主張し始め、不正の解明と再選挙を求めて、首都キーウを中心に、ゼネラルストライキ、座り込み、でも大規模な政治集会を行い、選挙結果に抗議した。右上写真は、ユシチェンコ支持者がキーウで行った集会。この抗議運動はマスメディアを通じて世界各国に報道され、大きな関心を呼んだ。特にヨーロッパやアメリカでは野党ユシチェンコに対して、ロシアでは与党ヤヌコービチに対して肩入れする報道がなされた。この報道合戦ではナショナリズム的な報道に終始したロシア側に対して、一連の大統領選挙が民主的ではないというスタンスを取った欧米側の報道に、世界世論がなびいたため、徐々にロシア側の行動が規制される結果となった。このことは、後のキルギスでの政変時、チューリップ革命にロシア側として積極的な動きができないなどの足かせともなった。ロシアの支持を受けたヤヌコービチを中心とする与党勢力は、選挙結果を既成事実化しようと試みたが、野党勢力を支持する EU 及びアメリカ合衆国などの後押しもあり、結局野党の提案を受け入れて再度投票が行われることとなった。再投票の結果、2004年12月28日ビクトル・ユシチェンコ大統領が誕生した。この運動は同じく現職政権への抗議であるユーゴスラビアのミロシェビッチ大統領に対する抗議運動、その後グルジアで起こったバラ革命、ローズレボリューションに誘発された運動であるとされる。また、原因としては、ロシアが南東部寄りの当時の政権側にあからさまに肩入れしたためである、との説明がなされることが多い。だがその一方で、多国勢力の介入という点では、ユシチェンコ陣営に対する米国からの介入があったとする見方も存在しており、
具体例としては米国の投資家ジョージ・ソロスの名などが挙げられている。またこの政変で成立したユシチェンコ政権であるが、成立直後から盟友であったはずのティモシェンコとの対立が報じられるなど、政権内部の抗争が相次いだ。結果、革命を支持した民衆も離反し、最終的に支持率が一桁に落ち込む。その結果として、2010年のウクライナ大統領選挙では、一度は革命によって大統領になり損なったヤヌコービチがウクライナ大統領に就任するという皮肉な事態を招くこととなった。2010年9月30日、ウクライナ憲法裁判所は2004年の政治改革法を違憲と判断し、同法によってもたらされた憲法改正を無効とする判決を下した。これにより、オレンジ革命は大きく後退することとなった。以上で読み上げを終了いたします。最終更新2023年5月22日、月曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。